自業自得です。こんにちは、ナビゲーターのミレイです。中国が日本産海産物の輸入を全停止するという思い切った行動に出ているのですが、今になってそれがあだ、すなわちブーメランになっていることにやっと気づき始めた様子です。もちろんこの中国による禁輸措置により、中国に関わる日本の漁業関係者は経済的な打撃を受けているのですが、そこに助け舟を出したのがアメリカです。アメリカは中国の禁輸措置により、アメリカへの日本産ホタテの輸出が途切れることを危惧していたのですが、それは日本産ホタテは一旦人件費の比較的安い中国に輸出され、中国で加工後アメリカへ輸出される流れが主流だからです。その金額は昨年1年間でアメリカが中国経由で輸入した日本産ホタテは1億ドル、およそ147億円超にも上るため、これが消滅すれば日米双方の関係者にとってはかなりの痛手になってしまいます。そのため在日アメリカ大使館は独自支援の方向で動いたのですが、同大使館はホタテ加工が可能な台湾、タイ、ベトナムにある米国食品医薬品局 FDA に登録済みの加工施設を日本の漁業者らに紹介、そして斡旋することになりました。なんか台湾産パイナップルの件と本質的に似ている気がするのですが、今回はこのアメリカの助け舟と中国のビジネスリスクについてお話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。アメリカの対中姿勢。アメリカによる日本の漁業者支援は純粋に日本を助けるというより、米中対立の一環と捉えた方がいいのかもしれません。米中対立はもはやあらゆる分野に及んでおり、今回は同盟国日本を助けるための日本への支援になるのでしょう。アメリカのバイデン政権は中国にとても対立的なスタンスをとっており、それはアメリカ国内の相違を反映したものです。2021年2月にアメリカの調査機関ピューリサーチセンターによって行われた調査によれば、経済関係に悪影響が出ても中国の人権状況の改善を優先すべきという意見がアメリカ国内で多数派を占めています。それは民主党、共和党問わず超党派という枠組みで共通している意見です。そのためバイデン政権にとって対中強硬路線は政権維持のために必要不可欠な路線だと言えるでしょう。現在のアメリカ世論を見る限り、今後も安全保障や人権保護の問題で中国に対して厳しい態度に出ることはまず間違いありません。そのため米中が関係する領域において、その対立がビジネスへ影響を及ぼすことは避けられないのですが、今回の日本産ホタテの一件もその一環にあるというわけです。何より中国でビジネスを行うリスクは依然ますます高まっており、今の習政権が続く限り今後も下がることはないでしょう。 Z 世代の環境意識。今回中国政府が日本産水産物を輸入停止にしたことで、改めて中国が持つビジネスリスク、いわゆるチャイナリスクの高さが世界に示されることになりました。中国政府の行動にはもちろん政治的意図があるのですが、その裏で中国政府としても厳しい措置を取らざるを得ない圧力があるのもまた事実。それでは中国政府を動かしているその圧力とは一体何なのでしょうか。それは今も高まる中国人 Z 世代の環境意識です。これは中国ビジネスにおいてかなりのリスクになることからも、日本としてはかなりの注意が必要です。中国がまだ貧しい時代、一般庶民にとってはまず食べることが最優先であり、環境は二の次でした。それが徐々に経済成長していった1980年代以降、人々はだんだん豊かになっていくのですが、それに伴い環境破壊が深刻化していきます。これは昔の日本とも被るのですが、それは環境をないがしろにし、経済成長を優先した結果だったことからも、現在の習近平政権は環境保護重視の姿勢を打ち出しています。ただこれは民衆の意思を反映する政策です。1990年代半ばから2010年までに生まれた人々は、いわゆる Z 世代と呼ばれますが、
中国の Z 世代は環境意識が強いと言われています。例えば9カ国を対象にして行われた2019年の調査によると、中国の同世代の 25%、 すなわち4人に1人が環境に優しい消費に関心があると答えました。ちなみに世界における Z 世代の平均は 13%、 つまり中国の Z 世代の消費者は世界で最も環境に関心がある消費者といっても過言ではないでしょう。裏を返せばそれくらい今の中国の環境汚染がひどいのですが、問題となるのは彼らが考える環境に関する正しい情報です。 Z 世代はインターネットに慣れ親しんでいる世代ですが、彼らが SNS 等で日頃接する環境に関する情報は完全に中国共産党によってコントロールされています。つまり共産党によって都合の悪い正しい情報はきれいに排除されているということです。もちろん海外の情報に直接アクセスできる人もいるのですが、そうでない人が大多数であり、だからこそ中国は共産党のコントロール下にあると言えるのですが、それゆえ中国国内においては共産党が発信する情報こそが唯一正しい情報です。そのため福島第一原発の処理水が科学的に安全だったとしても、中国ではそうした情報は削除され、危ない危険だという情報ばかりが溢れています。その結果、それを信じる Z 世代の人たちは、日本政府の行動は極めて危険、我が国に悪影響を及ぼすと条件反射的に考えてしまいます。ちなみに中国の Z 世代の人口は2億6000万人を超え、総人口のおよそ 19% なので、彼らの社会的な存在感は年々高まっており、彼らの作り出す世論は中国政府も無視することができません。そのため科学的には全く根拠がなくても、日本産の海産物を輸入禁止にし、中国政府は環境に配慮しているという強いメッセージを国内向けに発信しなければ政権運営が成り立ちません。日本にとっては本当に旗迷惑な話ですが、それだけ習政権は Z 世代からの突き上げを恐れているということです。確かに Z 世代はこれからの購買層の中心になっていく世代、もし中国ビジネスをするのなら彼らの思考に沿った商品開発が必要です。ただ共産党下に位置する彼らの思考は日本など西側諸国の常識とは根本から違うため、この中国の Z 世代が持つ環境意識の高さには十分注意する必要がありそうです。というか撤退する方が話が早い気がするのですが、中国の愛国世論、また中国とのビジネスを考える上で最も警戒しなければならないのは政治と世論です。例えば日本産海産物の全面輸入禁止は中国政府の政治的思惑に基づくものでした。そして中国には注意すべきことがまだあります。それは中国のナショナリズムに基づいた愛国世論の存在です。これまで中国国内ではこの愛国世論に基づき数々の外資に対する不買運動が繰り広げられてきたのですが、厄介なのはこの不買運動の背景が必ずしも政治問題と直結していないということです。そこでは中国政府の思惑を超えた社会的な動きが突如現れて外資を直撃することもしばしばです。例えば2021年12月のこと、メルセデス・ベンツ社がウェイボーの公式アカウントに投稿した動画広告をめぐって発生した問題もその一例だと言えるでしょう。そこでは何が問題視されたのでしょうか。中国メディアによると、それはこの動画に起用されている女性モデルのメイクが釣り目のように見え、それが中国人をバカにしているからということになっています。同様の事例は同じ年の上海でも起きました。こちらでも以前取り上げたと思いますが、フランスブランドディオール社が上海の美術展で公開したアジア系女性モデルの写真の表情がとても陰険であり、アジア人や中国人をバカにしているという批判が起こった事例です。このように現在中国では何かのきっかけで中国や中国人をバカにしているとみなされれば、そのような愛国世論から激しい批判を浴びることになってしまいます。ただ、どこで何が問題視されるかは誰にもわかりません。
少なくとも中国への進出企業にとっては、これは間違いなくチャイナリスクと言えるでしょう。先日、全人代に投下された習主席の肝煎り法案、中華民族の精神を傷つけてはならない云々の法案と何かしら類似性を感じてしまいます。腫れ物に触るってこのことを言うのでしょうね。こうした愛国世論は、主にインターネット上から盛り上がることから察すると、こちらは主にミレニアル世代以上、日本で言えばゆとり世代と重なるのかもしれませんが、80年代、90年代生まれの世代を中心に、このような差別意識が広がっていると考えられます。彼らは過酷な現代中国の歴史を経験しておらず、経済的にも国力的にも上り調子の祖国しか見ていません。そのため彼らは自国に対して自信を持っており、それ以前の世代と比べて愛国心がより強いと言われています。そして中国共産党が推し進めた歴史教育の影響で、欧米列強によって反植民地状態に追い込まれた被害者としての歴史意識を持っているので、これまたかなり厄介です。そのため少しでも自国民を馬鹿にしていると解釈できるものを目にすると、インターネットを中心に愛国世論が盛り上がるという構図です。またそうしたネタが受けるため、いわゆるバズり狙いのネットユーザーが愛国ネタをばらまいている側面もあるのですが、中国政府はこの愛国世論を時に利用し、国民の不満をガス抜きしながら、時には抑圧するという策を講じてきています。中国政治を直接動かしているのはもちろん共産党ですが、彼らをもってしても愛国世論は無視できないんですね。2010年、日本は中国からレアアースの輸出禁止という事実上の経済制裁を受けました。今回の日本産海産物の輸入停止も経済制裁と言えるでしょう。中国とのビジネスでは絶えずこうした政治的威圧に備えることが必須です。こんな国とのお付き合いなんてこちらから願い下げですが、残念ながら中国とのビジネスを完全に遮断するのは現実的には不可能です。日本は同盟国のアメリカなどと連携しながら対抗していくほかないのですが、そういった点で今回アメリカが日本の漁業者を支援するということは、日米関係がうまくいっていることの証です。中国とのビジネスは、Z 世代の環境意識、愛国世論という目に見えない不安定要因がありますが、それだけでなく、人道、人権の点でもかなりのリスクが生じます。もはや、人道上の問題や人権侵害の問題は、ビジネスとは関係ないという認識は国際的に許されません。人権感覚は今やビジネス上でも重要事項の一つですし、実際新疆ウイグル自治区におけるウイグル人の強制労働をめぐる問題では、コメントを控えたユニクロの姿勢が西側諸国から批判されました。このように日本のビジネス界では経済安保上人権問題はもはや重要な柱の一つであるという認識がやっと強まる傾向にありますが、この問題で何も対応しようとしない中国とのお付き合いはやっぱり見直すべきだと感じます。何より敵国、しかも歓迎されていないとなれば、中国でビジネスをするメリットなんてありません。日本企業は速やかに中国から撤退してほしいですね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録、また感想もいただければ励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ミレイでした。